船を出せ船を出せ風を読み星を解き船を出せ備わってたはずの愛を探せ少し長めの今回になりそうな南部チャンネル。皆さんこんにちは、南部チャンネルです。今回は東亜モーターさんから販売されています新しい K のベースのポップアップがあるお車の中から撮影しています。こちらポップアップがあるんでお着替えとか楽ですし、2階でお二人就寝、下でお二人就寝、4人乗車の4人就寝できるお車です。これカーテンクローズしたらすごく落ち着く車内ですね。そしてね、テーブルが動いたりとか、すごくダイニングもお迎え同士で座れる K では珍しいレイアウトになってますので、ご覧ください。こちらの新しいお車、まだ10月2021年10月に発売されたばかりのお車です。 K の晩婚ポップアップあり、そんなに種類多くないんですけども、その中でも対面のダイネットのあるお車というのはおそらくあまりないと思います。これ K になりますので、かなり普段使いも利用しやすいかと思います。ポップアップ上げましたらね、かなり室内広いです。クライン108、こちらはベース車両が日産の NV100 クリッパーになっておりますが、カタログの方ではエブリーベースで選択が可能みたいです。クライン108ポップアップあり、こちらが341万770円です。こちらの方がポップアップなしのクライン108、東亜モーターさんの埼玉の工場で自社で生産されている お車ですね。これ以前にご紹介しましたんで、よかったら以前の動画の方もまたご覧ください。室内のレイアウトは全く違う形になってました。チャンネル登録お願いいたします。それではまずベッド展開したモードからご覧ください。どうぞ。チャブ台があるタイプなんですよね、これ。それとね、家具白色なんでかなり室内明るく感じます。もう夕方の撮影だったんですけども、これ明るく感じますよね。はい、こちらシンクありますね。給排水はこの下に設置されております。はい、こちらインバーター入ってますね。こちらの方は400ワットになりますね。運転席こんな感じです。もう今のあのエブリーベースなんで、走行安全基準かなり装備がついております。自動ブレーキ等もついてるんですよね、こちら。
これ運転席助手席を背もたれにして座ったらかなり楽ですね。これ意外とねこの軽の中で座るときに背もたれがないところで座ったら結構長時間しんどいんですよね。これ背もたれがあるんで楽です。でこのテーブル動くんですよね。はい、ポップアップを上げた状態で私身長180センチなんですけども立てます。そしてこの状態で着替えたらむちゃ楽ですよね。でこちら2階の方ポップアップルームの方では2名が就寝可能です。これかなり下よりも広いですよ。でもちろん両サイドは網戸にもなりますんで、はい、下の方参りまして運転席の頭上には収納ありますね。これエブリーと同様なんで、カーテンレールがねしっかりとねもうありますので、後でカーテン展開しますけどね結構落ち着くルームになります。でこの中に、ね、電気もついてました。この家具が割とこれ分厚いですよね。しっかりしてました。はい、このようにフックもついてるんです。ハンガーフックが2つあります。このカーテンレールの上もなんか普通にかけれそうですよね。はい、これがサブバッテリーの電圧計です。サブバッテリーの方はこちらはディープいわゆる鉛のバッテリーですね。80アンペアになっております。これテーブルが動くんで非常に便利ですよね。はい、同じくこちらも収納あります。はい、こちらの中に給排水タンクとこの下の方にサブバッテリーが見えますね。本当にカーテン全部閉めていただいたらこれ車内の電気だけなんですけど明るいですよね。このテーブルちゃぶ台として使ってるんですけども、お二人同士の対面のダイニングにした時はこれ固定になってまたテーブルは回転するんですけども、はい、寝転びました。身長180センチの私が足当たりません。広いです。後ほど全レイアウト公開いたしますんで、はい、コンセントがこちらにありますね。で反対側には 12V のソケット USB 等もあります。でこちら外部電源の時のコンセントですね。こちらがもちろん走行充電もついておりますんで、ダイネットモード展開をお願いいたしました。このレイアウトね背もたれがしっかりあるんで結構
長時間座っても疲れないです。で、足を下にこう置けるのですごく姿勢としては楽ですね。これちょっと左側の真ん中ぐらい見えてますけど、はしごがついてるんですね。これポップアップ上がる時のはしごなんですよ。このはしごなんです。で、この椅子を引っ掛けまして出来上がりです。これで2名2名の対面のお食事できますね。これでテレワークでパソコン打ったりとかもできますよね。これやっぱりポップアップ上がった状態で本当に頭上が広い分すごく圧迫感が全くないです。このモード K の晩婚でこれはすごいですよね。はい、横から見てください。どうぞ。ゆったり座れますよね。これお二人でこの車ご利用なさったらかなり余裕があると思います。はい、テーブル回るんです。これが便利ですよね。乗り降りの時楽ですよね。私座りました。結構余裕あります。頭はね本当に全然大丈夫です。ポップアップ下ろした状態でもこれ大丈夫です。もちろん意外とねこの家具が気になってたんですけど当たらないですね。大丈夫です。室内が白色なんで結構やっぱり明るさがあるんですよね。テーブルとかも家具が白色なんで。はい、今度は走行時のモードを片方だけしてもらいました。3名乗車の時のパターンです。で、この場合は横にシングルベッド作った状態です。はい、これで運転席助手席こういう使い方もできるんですよね。これ広いですよね。左側194センチぐらい、これベッドサイズ長さあるようです。足元広いですね。こちらやはりエブリーベースなんで。はい、今度4名乗車こんな感じです。もちろんこれもかなり広いです。この状態で後ろも荷物詰めます。普段使いがもう本当にお荷物積んでもできますのでいいですよね。これはい、最後までご視聴ありがとうございました。こちらのチャンネルではキャンピングカーどんどん紹介していきますので、チャンネル登録お願いいたします。ありがとうございました。失礼いたします。